はい、どうも皆さん、こんにちは。あれ？いつの間に畑なんて作ったんだ？マリサが海に行ってる間に作ったんだよ。おい、アフリカ大陸の海岸が見えたぞ。またデタラメなことばっか言いやがって。デタラメだ、きっとデタラメだ、きっとデタラメだ、きっとどこにいる。ネズミの駆除は済んだぞ。ひどい。ところで、今日は何をするんだ？今日はですね、ドーピングアイテムの栽培です。お、癒しの実だな。次はこれ、力の種、レベル3です。これで、ドーピングの強さがマックスだな。他のやつも同様、レベル3にしてます。じゃあ次はこれを、種にしていくんだぜ。うおおお、なんだなんだ。こんな動画退屈すぎて死にそうだよ。何か別のことして遊ぼうよマリサ。仕方ないだろ、今回は農業動画なんだから。あ、そうだ、マリサコックリさんって知ってる？なんだそれ。知らないんだ。じゃあ簡単に説明しますね。まずこうやって真ん中に鳥居を描いて、はいといえ、あと50音を書いた紙を用意します。ふむふむ。そしたらコックリさんが入ってこれるように、北の窓を開けて、なるほど。それで、この10円玉を鳥居のところにセットして、二人一緒に指を置いて、聞きたいことを質問するんですよ。へえ、初めて知ったんだぜ。そうすると何もしてないのに10円玉が、スーッと動いて、コックリさんが答えてくれるんだよ。でもタブーがあって、まず、一人でやっちゃダメなのと、ふざけてやっちゃダメ、定休例に用意されるから。お前が一番ふざけてるだろ。ってな感じで、結構危ない遊びなんだけどね。とりあえずやってみようか。別に、いいや。では、種を植えていくんだぜ。っておい、聞いてんのか。あちち、はい、何か言った？もしかして、こっくりさんやらなかったから拗ねてんのか？違います。じゃあ、お腹空いて拗ねてんのか？それも違います。もしかしてお前、一人でこっくりさんやったんじゃ。さあ、何のことかな？やったんだな。こっくりさん、こっくりさん、この1000円貸してあげるから許してください。どんだけケチなんだよ。これで、安心して眠れますね。じゃあ許してくれたかどうかを、こっくりさんに聞いてみるんだぜ。こっくりさん、こっくりさん、今のでレイムを許しましたか？ほらやっぱり、そんなカバな。やばい、近くにモンスターがいるから眠れない。前にも言ったが、この世界でピースフルにしても敵は消えないんだぜ。誰？これは片付けるしかなさそうだね。ドーピングして、全員まとめて相手してやる。ベロニャーボドールマスターベホマスライム明治キメラデッドペッカー記念同士踊る宝石スライムブレスが、現れた。気をつけろよ。この島の外に落ちたら、戻ってくるのが大変なんだからな。なんかどんどんモンスターが増えてきてるんだけど、なんなのこれ。うわ、ダメだこりゃ。後ろを見てみろ。キャー、こっちにも湧いてきてるし、これは完全に包囲されたな。デッドペッカー AD、メタルライダー、ケダモン、まずはこっちから片付けまーす。こっちはなんとかなりそうだが、あっちはかなりの数がいるんだぜ。これで最後。次は、逆サイドだぜ。ぬぬぬぬ、もう夜明けになってるじゃないか。おい、後ろにもいるぞ。くっそ、どんどん増えてきてやがる。後ろは崖だからな。ちなみに私、崖っぷちの方が燃えるタイプです。いらねえよ。あ。おい邪魔なんだよ出ていけ。どうしたんだぜ。こいつ、顔だけ出して覗いてくるんですよ。気にするな。仕方ないだろ、そういう作りなんだから。うおおお。それより、新しい武器を作るんだぜ。何この武器。これはハジャの剣だ。右クリックで、キラの効果があるんだぜ。この野郎、今追い出してやるからな。あれ？なかなか倒せないぞ。ハジャの剣は、キラを使える代わりに攻撃力が減るんだぜ。聞いてないよ。そして今回で、このシリーズは一旦お休みするんだぜ。それも聞いてないんだけど。ということで、次回からは違った感じでマインクラフトを投稿していきます。じゃあ何やっていこうかな。お前には、めっちゃ鬼畜なやつを用意してあるんだぜ。あっはっは、このドラクエより鬼畜なやつなんてあるわけないじゃん。ということで、このシリーズはまたいつか再開する日までお別れなんだぜ。ねえねえ、寂しい？では最後にこの悲しみを、ギャグで表現してもらいます。
ではまたお日まで、さらば。今夜も年々頃いつないつでそう全アテンション。